東達造7月3日から1950年9月27日は昭和期の作詞、作曲家。息子は作詞家の山上道夫。兵庫県生まれ。本命山上松村。神戸高等商業学校卒業後、実家の製材所で継ぐが、音楽が諦められず、音楽学校へ入学。1925年、社会人、アマチュアコーラスグループ。 東京リーダーターフェル、フェラインの結成に参加。1935年、中野忠春にスカウトされ、コロンビア中野リズムボーイズに、バスとして参加。山寺のおしょうさんの2番でソロを取っているのが彼である。1936年、コロンビアレコードから伊藤、久男の別れで、作詞家デビュー。あわやのりこの別れのフラを作詞後、1937年。 ビクターレコードに移籍。1938年、つわものの歌や、あらわしの歌を作詞作曲し、全国的に名声を得る。その他には、国境武士、おたま尺師は、河津の子、バゴタの鐘など100曲ほどを作る。戦中は、ジャズの禁止により、コロンビアカノリズムボーイズが解散。解散後は、作曲家の腕を見込まれ、ビクターに入社。 作品の半分近くが自ら作詞作曲の両方を手掛けたもので、戦後戦災で壊滅的な打撃を受けたビクターが復活した時の初の大ヒット、港が見える丘や B 面の涙の乾杯のほか、平野愛子の君待てども白い船のいる港なども作詞作曲。その他、竹山いずろうの涙の乾杯、熱気、き、涙を 恋も涙の夜の雨など作曲したが、1950年9月27日、脳一血のため死去、万五十歳没。ありがとうございます。